米中激突に行きたいと思います。はい、ハルブランズ、はい、中国ロシアと水平エスカレーション、はい、どういう意味ですか？この話ですね、これ戦略系用語に出てきたその話そのまんまなんですけど、はい、アメリカの今安全保障コミュニティで結構有名になってる、うん、概念が一つあります、うん、ホリゾンタルエスカレーションというものがあります、うん、はい、で、どういうことかというと、うん、まあ、の中国とロシアと例えばこれから今ぶつかると、はい、まあ、まあイランはちょっとないとしてもですね、うん、まあ、中国とイランとするちょっとあ中国とまあロシアとぶつかったりと、うん、米軍がぶつかったりしますよね、はい、ただ正面のその戦域みたいなところでぶつかるんじゃなくて、うん、はい、その別のところでやれと、うんうん、いうことなんです、はい、そのつまり、うん、その戦域をその場で集中してここだけで戦争するんじゃなくて、はい、その別の他のところの戦い、例えばこの軍事のバリバリの戦いじゃなくて、はい、経済制裁、金融制裁、例えばロシアに対してだったら、うん、プーチンの個人口座を凍結するとか、はい、うん、まあ、中国共産党のトップの人たちに対してもそうですけど、それとか、まあ、ブロッケードって言って、はい、まあ、その何ですかね、海をこう中国側の船を通らせないようにするとか、はい、まあ、そういう戦域をそこだけに限定するんじゃなくて別のところに水平にエスカレーションを広げていけっていう考え方が今流行ってるぞ。なるほど、はい、ワシントンコミュニティ、これはもっと分かりやすく言ってほしいんですけど、はい、要するにクリティカルなところでやると危ないから、はい、そうですね、じわじわ中国をこう抑えていくような動きをしろと、そうですね、広く、はい、広く封じ込め的なことをやれということですね、はい、実際のドンパチが始まってもですよ、はい、実際のドンパチが始まっても、うん、軍事的な戦いじゃなくてもっと政治戦みたいなところもやっていかなきゃダメだよと、はい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 、水平的エスカレーションというわけですよ、はい、ただこれなんですけど、うん、まあ、これ、まあ、簡単に言えば戦場以外の場所で相手の弱みにつけ込む勝負をするということですね、はい、あれじゃないですか、あの習近平とか、はい、あの辺の共産党幹部たちの資産凍結が一番いいんじゃないですか、はいはいはい、でもそれだと思うんですよ、だからまあこれはロシアに対してはこれやれっていうふうに今書いてるんですけど、うん、はい、でもそれは効かないんじゃないかっていうのはこの本、この記事のハルブランズの記事なんですよ、それは何を言ってるかというと、まあ、一つ目、相手のコミットメント、つまり、まあ、ロシアも中国もそうですけど、うん、習近平とかその、プーチンとか、うん、独裁者じゃないですか、はい、でいざ本当に戦争になったら、うん、その独裁者ですから、うん、自分これで負けたら本当に自分の首も飛ぶしっていうところの覚悟が違うっていうことです。ああ、確かにね、はい、民主主義国なら責任を、はい、まあ、ちょろっと取って、そうです、もう、まあ、平和の姿勢があるんだけど、まあ、習近平とかまず殺されるよね、もう確実じゃないですか、戦争負けた途端に一族労働ですよ、まあ、共産党が、はい、下手するとね、そうなりますね、国民から、はい、ボコボコにされる可能性あるよね、なので今まで威張りやがって、はい、ということで、うん、そのロシアと中国みたいなその独裁的な国は相手のコミットメントの高さが半端ねえから、はい、確かにね、相当な痛みも耐えられるんじゃないかと、液政革命の国ですからね、もうそういう文化的背景あるよ、ね、来ましたね、そう来ましたね、過去権力握ったやつがボコボコにされるという、まあ、そうですね、はい、それはありますよね、そういう文化的、はい、文化的背景、背景あるよね、はいはいはい、そうですね、まあ、伝統があるという、はい、あるある、伝統です、まあ、なのでこの部分をやっぱ舐めちゃいかんって、はい、これ1点目です、うん、2点目、はい、まあ、そういう例えばブロッケードみたいな形であって、うん、その海上封鎖みたいなことするじゃないですか、はい、うん、その強制がやっぱ効くまで時間かかるわけですよ、金融資産凍結みたいなことやったって、それで向こうがはい、じゃあやめますってすぐにやるかっていうと、うん、それやっぱり締め付けの方はやっぱりすごい時間かかるんで、うん、なかなか難しいんじゃないか、はい、だからちょっとやめとけ、うん、3番目で意外とこういうふうなことを、そういう新金融締め付けみたいなことやったらエスカレートしやすいわけです、あ、向こう早いよね、そうです、だから逆にアメリカがそのエスカレートさせたっていうふうに対外的イメージがやっぱり悪くなってる部分もあるわけです、使われちゃうから、なるほどね、この3つがあるからっていう説明して、これなかなか僕いい点を指摘してるなと思ったんですよ、うんうん、ただ僕はこれの記事やっぱ読んでましてですね、うん、まあ、確かに中国とロシアと直接対決したらそうかもしれないけど、うん、ちょっとこの考え方ね、ホリゾンタルエスカレーションをちょっと援用して考えると、うん、この考え方自体は僕は結構面白いなと思って、それはなぜかというと、例えば、まあ、日本のその、宣伝戦、政治宣伝戦みたいなところあるじゃないですか、はい、うん、例えば今、中国と、まあ、韓国とかも含めてその慰安婦問題とかあるじゃないですか、はいはいはい、これホリゾンタルエスカレーションの、まあ、考えを利用するとですね、うん、やっぱその慰安婦問題とかだとやっぱ中国韓国の立場が強いんですよ、はい、被害者であるっていうところの人権だみたいな、うん、はい、でそういう相手の強みで勝負するんじゃなくて、はい、別の部分だ、相手の弱み、うん、つまり何かというとその人権、はい、例えばあ中国に対して人権ですよ、はい、うん、そういうところでこっちが攻めていけば強いんじゃないか、環境破壊だとか
汚職してるとか、あそうです、ね、独裁政治ですねとか、はい、そういうそのところでやると正面ではなく相手の弱い分野で戦いたい、まあこれはちょっとリデルハートのまあ間接的戦略インディレクトアプローチとか、うん、まあ、それに近い部分はあるのかもしれないですけど、だから香港をバックアップせよとかね、はい、そういうことですね、うん、はい、民主化とかそういうところで相手の弱いところ相手がちょっと反論しづらいところでやっぱ戦うっていうところに、はい、我々やっぱり何かやるとき意識するっていうところは、うん、このホリゾンタルエスカレーションの考え方は僕参考になると思いましたね、はい、ということなんですよ、はい、そういうちょっと考え方でちょっと見てほしいと、ね、そういうことですね、はい、まあ、ちょっと戦略系のことをちゃんと勉強したいなというふうな人のために番組やってるんですけれども、はい、CD 授業としてね CD をやってまして、はい、それは戦略の階層から入って戦略の勉強をしていただけたらと思ってますけれども、はい、ぜひここからスタートしてですね未来予測と戦略 CD とかになってますんでぜひ、そしてリアリスト入門、それからルトワックの一発逆転の非常識な成功法則、戦略三部作のクラウゼビッツ戦争論、そちらもね、これも日本では誤読されておりますので、はい、で地政学これは日本にはないです、はい、はい、それから孫子の兵法、これもちょっと、はい、やや日本のは誤読されてる、はい、っていうことで、はい、ちゃんと解説をしているのがありますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思っております、はい。